頭に登ろう。いい肉だ。アーロイ、来ると信じてた。オーリン、お前の家族、ヘリスの脅迫状を見た。妻と息子がいたのか。家族の安全を守っていたら、あんなことせずに。これで挽回するんだ。そのために来た。そうだな。これ以上ない申し出だ。この近くにいるのか。ああ、この岩場の向こうの農場だ。案内する。あれだ、岸の岸壁にある家。前の家主のことは考えるな。もう遅い。ついに来たな。こんなに近くにいるっていうのに。なのに。あともう少しだ。エクリプスはどれだけいるんだ。見たところかなり少ない。だがかなり重装備だ。伊手が尾根から見張ってる。悪魔の機会はいなさそうだった。ずっと見てたんだろう。どうやって入る。戦略立てる頭がありゃ
俺はこんな羽目になってないだろう。あ、確かに。オセラム式に正面から襲撃するか、脇から行くか、尾根から行くか。お前なら屋根に登れるだろう。俺は重すぎるからダメだ。私一人で行く。無理じゃないだろうが、エクリプスのことだ。油断は大敵ってやつだな。良ければ後ろは俺に任せろ。行こう。お前についてく。さあやるか。見つけたぞ。するからだ。オーリンの家族がここに閉じ込められてる。開きそうにないな。エクリプスが鍵を持ってるはず。我が妻に、我が子供。アーロイ、大きな借りが3つできたな。太陽よ、感謝します。見つけてくれた。俺が持っていればと願っていた勇気を持つ者がいたんだ。彼女こそ感謝すべき相手だ。打ち明けることが、俺は悪魔に身を売って人々が犠牲となった。私が知らないと思ったの？話は聞いてた。俺の手はいつも泥で汚れていた。今は血に染まっている。息子をその手で抱き上げて、一緒にクレイムに戻りましょう。奥さんの言う通りにしておけ。でもヘリスと悪魔たちが。アーロイ、お前に手を貸さなければな。俺なんかが役に立てるかは分からんが。オーリン、心配するな。借りなんてないんだ。家族と行け。変わったと証明するんだ。じゃあな、アーロイ。母親を奴らより先に見つけるんだぞ。